皆様こんにちは。私の住む滋賀県大津市の大津駅から琵琶湖線でたった10分、京都駅に来ました。こちらは京都駅の中央口です。さて、このチャンネルでは滋賀県のことを中心に取り上げておりますが、本日のスタートは京都駅です。実は私、急遽北陸、福井方面に行く用事ができてしまいました。従いまして本日は京都駅から北陸方面へと行く特急列車の始発、サンダーバード1号に乗車してまいります。サンダーバードが発車するのは京都駅中央口からすぐの0番線です。私は0番線からは告げ行きの電車にしか乗ったことがないのですが、サンダーバード号は0番線から発車します。ラッシュ時は新快速も0番線から発車します。なお0番線には山陰方面へと行く気動車が止まっておりますが、回送列車でございました。ということでサンダーバード1号に乗車していきましょう。683系と681系の連結型、私は後ろ寄りの指定席を緑の券売機で取っておきました。681系の車両に乗り込みました。時刻は午前6時59分、京都駅を出発。なんと次の停車駅は敦賀駅。サンダーバードは湖西線を通って北陸方面に行くということで、滋賀県琵琶湖の西側を縦断するのですが、滋賀県内の駅は全て通過、完全にスルーです。滋賀県を日々推している私にとって開いた口が塞がらないわけではないのですが、そうなのです。実はほとんどのサンダーバードは滋賀県の駅を全て通過してしまうのです。一部のサンダーバードは片田や大見今津に停車しますが、両駅から乗ることのできるサンダーバードは1日に3から4本、かなり少ないわけですが、それでも悲しいかな、片田や大見今津からサンダーバードに乗る人は私の感覚の上では少ないイメージです。あまり需要はないので何本も止める必要はないのでしょう。山科駅を通過して湖西線へ。山科駅を出て長良山トンネルを出ると大津京駅となりますが、実は山科駅と長良山トンネルの中間地点あたりで府県境を越えて滋賀県大津市となります。このあたりは滋賀県大津市です。長良山トンネルを抜けると滋賀県といった説明をしがちかもしれませんが、そのような説明はしないように注意してください。さあ長良山トンネル、少し驚いたことがありました。サンダーバードは京都から外側線を通っており、山科を通過後トンネルに入りました。外側線は琵琶湖線の大阪山トンネルと思っていたので、あれ?と思ったのですが、外側線トンネル内で湖西線流山トンネルへと分岐していきました。流山トンネルを抜けると大津京駅、かつては大津京駅に北陸方面の特急の一部が停車しておりました。私は西大津駅時代にこちらより特急雷鳥に乗車した記憶があります。2011年春のダイヤ改正をもって特急は大津京駅を通過するようになりました。ちなみに2011年春のダイヤ改正といえば、南草津駅に新快速が停車するようになった時で、滋賀県では大きな話題となりました。湖西線に入ってしばらくは大津市南部、比較的住宅が多い地域を通っていきます。片田駅を通過したところ、湖西線の主要駅です。普段は在来線にしか私は乗らないので、大津京や片田を通過する光景には違和感を覚えてしまいます。片田を通過すると湖西線沿線の風景が少し変わってきます。大津市南部は京都や大阪が近いので人口も多い場所となるのですが、大津市北部は人口が減少している地域です。
さて、湖西線の蓬莱駅からしばらくは、山と琵琶湖が極めて近い場所を湖西線が走ります。すぐ近くに見える山は平山地です。特に冬になると平山地からは平下ろしという強風が吹き下ろしてきます。それゆえ、高架線である湖西線は風に弱く、たびたび湖西線が止まることがあります。湖西線内で強風が見込まれるとき、もしくは強風により湖西線が運転見合わせだったときは、サンダーバードは琵琶湖線周りで運行されます。手前に見える壁、柵は、風の影響をできるだけ防ぐためのもの、暴風柵。2019年に完成。とりわけ滋賀県民は、湖西線は強風で止まるという印象をお持ちの方が多いようですが、暴風柵により湖西線が止まる頻度は減っているという印象を私は抱いています。大津市北部は扇状地の地形を確認できます。山と琵琶湖の距離が近く、急流の川が多い大津市北部、扇状地が形成されやすい場所だったのです。さて、琵琶湖の水泳場として名高い大見舞子浜が見えます。松が植えられており、その奥に白い砂浜が広がっています。ただいま大見舞子駅を通過しましたが、大見舞子駅から大見舞子浜は近い距離の場所にあります。大見舞子へは車で訪問される方がほとんどだと思いますが、電車でのアクセスもぜひご検討ください。新快速も止まります。そして琵琶湖側に見えるのは沖島です。日本で唯一の淡水湖に浮かぶ有人島。ただ沖島へは琵琶湖の東側からしかアクセスできません。北小松駅を通過しました。北小松駅を通過すると山側を望んでみてください。棚田を見ることができます。大津市より市境を越えて高島市の宇川。宇川の棚田です。稲刈りはすでに終了しておりますが、一方で所々で耕作放棄地のような区画も見られ、棚田における現代的な課題を垣間見ることができると思います。ちなみに、宇川といえば白髭神社。白髭さんのイメージが強いという方が少なくないと思いますが、電車内からは琵琶湖に浮かぶ鳥居を一瞬だけ見られます。カメラでは収められませんでした。宇川、そして大見高島駅を過ぎると少しずつ、山と琵琶湖の距離が離れていきます。阿戸川駅を通過するとサンダーバードは一気にスピードアップ。時速 130km 近いスピードを出していました。いろいろなところで聞くかもしれませんが、湖西線はほとんどが高架線、踏切はありません。したがって高速走行が可能なのです。ただもちろん前を走る列車の兼ね合いなどもありますので、私が乗車していたサンダーバード1号もそうでしたが、必ずしも全区間で 130km 走行をするとは限りません。阿戸川を渡ります。実はマクロなスケールで見ると、阿戸川の下流、高島市阿戸川町や新朝日町も扇状地となります。こちらは大規模な扇状地として比較的有名です。さて、大見松駅を通過しました。かつて湖西線ができる前までは、浜大津から大見松まで高尺鉄道が通っていました。高尺鉄道の多くの区間は湖西線に転用されております。高尺鉄道という名の通り、本来は滋賀県より福井県の若狭地域まで鉄道を走らせる計画でしたが、結局計画は中止となっています。なお、高尺鉄道が開通しなかった大見松駅と若狭方面、小浜駅との間は、西日本 JR バスが路線バスを運行しています。蛇行線と呼ばれています。牧野駅を過ぎると長浜市となります。長浜市、西麻布町、こちらは長原駅近く、長原の町です。そして湖西線、城山トンネルを過ぎると大見塩津駅、通過です。大見塩津駅で湖西線は終了。琵琶湖の東側から続く北陸本線と合流して、これから北陸本線を走ります。大見塩津駅を過ぎると福井県となります。福井県で最初の駅は新引田駅です。通過です。そして新引田駅の北側ではループ線を見ることができます。初原ループ線。ただ地図を見てわかりますが、私の乗っている金沢方面下り線サンダーバードはループ線から外れた場所を走っています。
というのも実はループ線となっているのは大見塩津、米原方面だけ。こちらは複線化するときに建設され1963年に開通。敦賀から引田方面へまっすぐ進むと急勾配となってしまうため、ループ線を用いて勾配を緩くしています。そして敦賀駅に到着します。東急サンダーバードは京都駅を出ると滋賀県内湖西線の駅をすべて通過。滋賀県を止まることなく縦断して敦賀駅で停車しました。別に恨みとかでは当然ないのですが、あえて申しますと、かつて敦賀を含む福井県の若狭地方が滋賀県に編入されていた頃がありました。1976年から1881年までのことでした。この地、敦賀はほんの短い期間だけ滋賀県だったのです。さて、新幹線の件には触れずにはいられません。報道によりますと、北陸新幹線の金沢敦賀間は2024年春に開業予定であるとのこと。北陸新幹線の金沢敦賀間が開通すると、並行して通る在来線は並行在来線として JR から分離されます。すなわち、北陸本線のことです。福井県内では第三セクター、ハピライン福井が引き継ぐことになっております。敦賀駅の東側を見ますと、北陸新幹線の敦賀駅の建物も見ることができます。さあ、サンダーバード1号は敦賀駅を出ると、福井駅に停車します。私は福井駅で下車します。近々 JR から分離される JR 北陸本線の車窓を楽しみます。ということで、福井駅に到着いたしました。私は福井駅より北側の駅で降りなければならなかったので、ここで普通電車に乗り換えることになりますが、出発まで約10分ありましたので、途中下車してみました。
井駅の西口を出てきました。びっくりしました。県庁所在地の主要駅だけあって、駅前は繁華街のような感じでした。滋賀県の県庁所在地の駅、大津駅とは少し異なる様相でした。以上、京都駅から福井駅へサンダーバード1号で移動する様子をお伝えしてきました。滋賀県内の駅は全て通過でしたが、当チャンネルでは滋賀県のことを中心に取り上げているということで、湖西線沿線の事柄を中心に話してきました。一部のサンダーバードは片田駅と大宮津駅に停車しますし、滋賀からですと白鷺を使って北陸方面に行くことも選択肢に入ることでしょう。ぜひ特急で北陸方面アクセスしてみてください。本日はここまでです。皆様ごきげんよう。